みなさん、こんにちは。旧テレビの増田みのりです。バイルゲッター、ついに1周年を迎えました。イエーイ。43回放送して112枚の写真を撮ってきました。なんだか長いようで短いような1年でした。今回はですね、なんとカメラマンから1周年を記念したプレゼントをくれるそうです。増田さん、1周年おめでとうございます。おお、すごい。皆さん見てください、モザイクアートです。これまで43回放送してきたバイルゲッターのいろんな場面を使ってモザイクアートを作ってくれたそうです。ちなみに元となったカットと比べるとこんな感じ。こう見てみると懐かしい場面がたくさんあります。ということで、今回はこのモザイクアートを使ってこれまでの振り返りと今後どんなバイルゲッターにしたいか、そんな回にしたいと思います。それでは1周年記念始めます。今や一大ムーブメント、大流行のインスタ映え、見栄えのいい素敵な写真を求めて、駆け出しインスタグラマー増田みのりがエリア内の映えるスポットを発掘します。今回は1周年記念、過去の振り返りと新しい目標を発表します。改めてこのモザイクアート、いや、これはすごいんですよ。これ、この前のその過去の場面を使ったアートになってて、本当に懐かしい場面がたくさんあって感慨深いです。この今これ棚なんですけど、棚のここにあるあの松重の長原にある灯台、この回はですね、灯台まで歩かされた回です。風に煽られながら暑い中歩きました。なんかバイルゲッターで初めて、あ、大変やと思った回だったと思います。また行ってくださいって言ってました。もう行きません。で、またまたこの棚の端のここにあるいちごを乗せてる場面なんですけど、これは私の大好きないちごを使ったおうちカフェの回でした。本当にもういちごだらけでテンション上がりまくりの回でした。いやー、もう一回やりたいなと思ってます。いちご最高。この大好きないちごに囲まれて、私の中では神回でした。続いて中央の棚のこの辺りにあるんですけど、この回はマスクカバーを作った回です。これはですね、まあ時間がかかった。作るんに4時間ぐらいかかった。まあ大変な回でしたけど、なんとか形になってよかったって言いながら作りました。はい、そんな大変な回でした。マスクカバーが作れちゃいます。とても可愛いですよ。
ということで1年がたっぷり詰まったモザイクアートでした。実はこのモザイクアート、この同じ場面がこう何回か使われてて、しかもちょっと正直言うと私の顔もあんまり鮮明ではないのですがなので今後のバイルゲッターではもっと写真を撮って、これよりももっと鮮明な私のモザイクアートを作ってもらえるように頑張りたいと思います。最後にバイルゲッター次の1年の目標はこちら、脱駆け出し。同じ場所なら前よりももっといい写真を撮る。新しい写真スポットをどんどん見つける。インスタグラムやネットで流行っているものをどんどん挑戦する。この3つを目標にこの脱駆け出しを目指して頑張っていきたいと思います。これからもたくさん映える写真を撮っていきますので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。ということで今回は1周年記念をテーマにお届けしました。このモザイクアート、来年はもっと綺麗なモザイクアートを作ってもらえるように頑張りたいと思います。そしてこのモザイクアートもインスタグラムにアップするので、皆さんぜひ見てみてください。それでは次回のバイルゲッターもお楽しみに。